遠藤慶一は日本の政治家、ビラトリ町長。北海道富川高等学校を経て、北海学園大学経済学部経済学科を卒業。1980年4月、ビラトリ町役場に入庁。町づくり課長などを歴任した。2016年4月、副町長に就任。2020年3月末まで務めた。2020年6月9日。 川上光の人気満了に伴う、ビラトリ町長選挙に出馬し、無投票で初当選。2020年11月30日、同月18日に札幌市へ出張した際に利用した公用車の運転手が新型コロナウイルスに感染したことが判明。濃厚接触者として PCR 検査を受け、自身も新型コロナウイルスに感染していることが判明し、 北海道で初めて自治体の主張の感染が確認された。判明後、遠藤は自宅療養し、軽症で連絡が取れる状況であることから、職務代行者を置かない方針を示した。北海学園大学卒業後、1980年にビラトリ町役場に入庁、ビラトリ町教育委員会に配属され、社会教育活動を支援した。また、 町づくりの根幹に関わる部署を多く経験し、10年に一度改定される超総合計画の策定野球日高町、旧門別町との合併協議に携わった。エネルギー、経済を地域内で循環させることに重点を置き、木質チップでの発電機などの導入を進めている。2020年度内にも病院、公民館への電力供給を可能にして、 避難所としての機能を整備し、チップ燃焼の熱を利用したトマト栽培など、再生可能エネルギー活用のための整備を進めている。ビラトリ町の特産品である、ビラトリトマトを観光業に活かすため、直売所や道の駅などの整備、最終的には、町全体をトマトパークとして整備する構想について、実現に向けて動いていきたいと語っている。ありがとうございます。